こんにちは、若松宗男チャンネル。今日は6日目でございます。昨日はソニー入って営業時代の話をいたしました。それでその後ですね、会社の社内的な移動で、販売促進部という、宣伝部ですよね、そこに配属になりまして、1年は、その中のセクション、管理的なセクションがあったんですけど、販促部の中に、そこを1年やりまして、その後実際に今度は、文化放送とか、FM 東京とか、そういうところを直接担当することになりました。そういうところを担当しつつ、アーティストを担当ということもあって、杉良太郎、それからジュディ・オング、それから牧秀人、それから麻生洋子、いろいろと、担当のアーティストも、歌手の方も、いらっしゃいまして、なんていうんですかね、その歌手の方の、例えば杉良太郎が、ソニー移籍して、初めての「悩み」っていうタイトルの歌だったんですけど、これは遠藤実先生の作曲の、歌でございまして、私もこの歌とっても気に入ってですね、それでなんとか売りたいなということで、夢中になって、文化放送とか、FM 東京とか、それから当時有線放送ですね、有線放送の放送所っていうのは至る所にありましてね、で、そこへ訪ねて行って、これかけてくんないですかというお願いをしたり、しましたね。特にね、杉良太郎については、ご本人を、連れてっていうのか一緒でですね、それでもうとにかくもう夜、次から次と有線放送所を回ったのを覚えてますね。で、杉さんが途中で、若松さんお茶飲もうよっていうことになって、でお茶飲んで、杉良太郎さんが「いや、若松さん、そんなに一生懸命やってもらってもね、俺の歌はなかなか売れないんだよ」と言われて、「いや、杉さん大丈夫ですよ、この歌はいい歌だから必ず売れますよ」ということで、夢中になってやったんですけど、文化放送の「ダイナミックレーダー」っていうすごい番組があって、そこで取り上げていただいたりして、これは中ヒットしましたね。ですから次の「隙間風」っていうね、大ヒットにつながる、一つの、きっかけにはなりまして、そういうこともあってですね、宣伝も、大変な仕事だったんですけど、とにかく非常に愛情を持って、やりました。程よく勤め上げたという気持ちはいっぱいでございます。また続きはお話しいたします。ありがとうございます。